仙台市民球場は、宮城県仙台市宮城野区新田東の仙台市、新田東総合運動場内にある野球場。施設は、仙台市が所有し、仙台市スポーツ振興事業団が、指定管理者として、運営管理を行っている。なお、仙台市民からは単に、市民球場と言われることがある。全面実機反転式である。ポジション表示は、 日本人に馴染み深い数字方式。しかし、ピッチャーは P と表示される場合があり、指名打者は D と表示される。選手名は縦書きで全角3文字までとされるが、テスト表示では半角7文字表示した例がある。また、攻撃しているチームの選手名のシートは背景が白色になる。スコアの表示は10回まで表示でき11回以降は1回から10回の スコアを消去して対応する。スコア表示の右横にはそのチームの得点、ヒット、エラーを表示することができる。チーム名は公式発表では全角3文字まで表示できる。また、よく地方球場で見られる、今日の試合結果はなく、打率や打点本塁打数の表示もない。試合中に本塁打を打った打者を称えるためにダイヤモンドを回っている間に一時的に、 選手名の部分を全消去して簡単なアニメーションを表示することができる。サブボードがバックネット裏最上段にカウント表示のみ設置されている。ありがとうございます。